のバカよ、そんなの持ってっちゃったのは。猫だ。羽の生えた猫がちぎってくのを見たぜ。てめえのケツを吹けねえ魔導士はこのギルドにはいねえだろ。今ここにいる中でガルナと冗談じゃねえ、近寄りたくもねえよ。勘弁してくれ、その名前も聞きたくねえ。このまさか島の呪いを解くために。ああ、一応行かせねえよ。この呪いが解けるのか。悪魔の呪いを。気にすんな、探検行こうぜ探検。はい、依頼内容からして最も気にすべきことじゃないかしら。行こうぜ。船のおっさんと同じだな。すっげえもみあげ。いやいや見てよ、月が出てきたよ。本当だ、やっと理解したね。空気読めっての。話を戻しますが、紫の月が出て放っておけば皆がその魔物に殺される。閉じ込めてもローなど壊してしまうのです。でも月を壊せってのが依頼だぞ。依頼を受けといてできねえってんじゃフェアリーテイルの流すたる。でこんな獣と変態の間でどうやって寝ろと。あんたたち早くやっつけて。長いからね。みんな大丈夫か。大丈夫じゃない、あんたのせいで。てめえなんでいつも後先考えねえで行動しやがる。何者かの手によっていたぶられました。あらネズミだろ、デラックスの名前つけんな。ネズミじゃありません。デリオラを見られたからには生かしては返せません。侵入者に永遠のね。何者だ、ウルの名を汚す気ならただじゃおかねえぞ。決策思いつかないのよ。いいから見てろって。好きってまだ昼だぞ。無理無理、暇死ぬ、うん、無理。グレイ、どういうこと。いつって本能のままに生きてるのね。はい、これが夏です。ある意味羨ましいっていうか。人が来たね。今日は何の歌歌ってほしい。何でもいいわ、任せる。おいら魚の止まりそうな時勇気へとか。ちょ、グレイ。ああ、なんだよ。泣いた。天井から光が降ってきた。それをデリオラに当ててどうする気。ベリア語の呪文、ムーンドリップね。あんたまだいたの。あいつら待って。っ誰か来た。邪魔しに来たのは俺たちだ。きっと夏なら大丈夫よ。サラマンダーに氷なんて効くもんですか。はい。グレイアンの野郎、覚えてやがれ。させねえよ。それでいい。アイスメイクエイプ。だから俺は氷を溶かす。夢の続きを見られるんだよ。正気か、そんなことが目的だったのか。儀式も終わってた。くそ、出てくる奴らはみんなをそんな姿にした犯人なのよ。その犯人がここへ。ええ、でも言い換えればみんなの体をそんな姿にした犯人なんです。そんなことは聞いとらん。月はまだ壊せんのか。だ何言ってんのよ、完璧な落とし穴じゃない。はい、その発想自体がバカかと。あーえぇーダメダメ、来ちゃダメのよ。まだ落とし穴やる気か。なんだあれは。
ルシー！なんだ、爆散させた火の魔導士ですわ。どうやら大量の血を見ることになりそうですわ。村人約50、魔導士に。私だってフェアリーテールの意地。ああ、ありゃ切れるぞ。切れてねえよ。お前じゃねえよ。波動、こんなものぶっ壊して。おお、よくせ。波動の前では魔法はかき消される。じゃあ魔法じゃなきゃいいんだろう。大したことねえじゃねえか。バカだ。バカってんじゃねえよ。もっとこの爪で触れたら最後がベルベルデュシベルトシオマズだ。別に意味はない。俺が血をこのまんのは知っておろう。いえいえ、エロいんじゃない、欲望に忠実なだけ。必ず守ってみせる。絶対。もう絶対。人形劇、操り人形。ごめん、おかしなことを。それぺっちゃんこ。敵はあの女、ああいうの嫌いでしょ。やっちゃって。その女を消して差し上げて。ああ、それが何。操り人形は操る人がいて初めて動く。ロクドールは倒す必要がないの。あの霊帝様への愛に偽りはなし。死にゃしないわよ、大げさなんだから。で済むと思うなよ。おかげで怪我人が出なかったのがせめてもの救いです。あいつらもここにいるのか。行ってみたら誰もいなかったの。夏のことだから大丈夫だとは思うけど。黙って。お前までギルドの掟を破るつもりか。ただでは済まんぞ。しかしムーンドリップの儀式を邪魔されてしまえば、デリオラはずっと氷の中。グジシ！これは遺跡が崩れ。仕掛けによらず切れ者にございますな。ごちゃごちゃうるせえよ。足に炎、アリューの方向。もう半分倒されてるようなもんじゃねえか。わざわざ氷から出したの。グレイのせいで。なあ。俺の住んでた町がデリオラに。お前大丈夫か。俺は偶然通りかかった。始めよう。おお、いつでも来い。何してんだ。こうしろよ。いいから走れよ。俺まで基礎に付き合ってんだぞ。お前になりそうね。そう。ねえ、大きくなったらどっちかちょうだいよ。両方やる。脱いでんのよ。お前のせいで変な癖ついたんかい。私のせいかい。お前なんかにわかるかよ。俺は父ちゃんと母ちゃんの仇を取るんだ。かばいながらじゃ戦いづらくてしょうがない。リオン、ダウンしてるがな。その幸せを取り戻すために来た。フル、その足。あ、これか。あんたがなかなか強い魔法を教えてくれないから
倉庫の魔導書を読ませてもらったよ。それでは私が氷となる意味がない。やめろ！リオンには嘘だ！てめえ！俺の夢はどうなる？面白い。なんだ？